奈良文化財研究所は飛鳥村にある石上遺跡の発掘現場で遺跡の規模を示す塀の遺構が確認されたと発表しました飛鳥寺の北西に位置する石上遺跡は7世紀半ばの斉明天皇の時代外国施設らを迎える共演施設だったと推定されていますがその前後の時期にも異なる性格の施設があったとみられ奈良文化財研究所が継続的に調べています 今回の調査では7世紀前半、皇玉天皇以前の時代のものとみられる掘ったて柱の塀の跡が見つかりましたそして西から伸びる東西米が北へ折れて南北米となっているのが確認されこの部分が石神遺跡の盗難の隅であることが新たに確認されました これまでの調査を合わせ、7世紀前半における石神遺跡が東西102メートル以上の規模であることが分かりました。研究所では、宮殿や位の高い人の邸宅があった可能性があると見ています。また、平和その後、さらに東へ拡張されていたほか、7世紀半ばから後半には別の塀が築かれ、どちらも東に伸びていることから、研究所では、 遺跡の東側に石上遺跡や飛鳥寺と一体的に機能した重要な施設があった可能性もあると見て注目しています。